ナザリオ・サウロ級駆逐艦とは、イタリア王国海軍の駆逐艦であり、4隻が建造された。本級のイラスト、講師時のダニエレ・マニン。基本的には全級である、クインティノセラ級駆逐艦の拡大発展型であり、533mm、魚雷発射艦を2連装から3連装に増設するなど、魚雷兵装が強化されている。建造後は4隻とも、 レオーネ級駆逐艦や通報艦、エリトリアと共に、エリトリアのマッサワ港を拠点とするイタリア、航海艦隊に配属された。1940年にイタリアが数軸陣営として参戦したことに伴い、イタリア領東アフリカとイタリア本国との海上交通路であるスウェズ運河とジブラルタル海峡の通行は、イギリス軍によって遮断され、 イタリア航海艦隊は本国から孤立することとなる。それでもサウロ級駆逐艦はイギリス軍の輸送船団襲撃などを行うものの1940年10月21日の BN7 船団襲撃時に護衛艦隊の反撃によってフランチェスコ・ヌーロが座礁し翌日にはイギリス空軍の爆撃により破壊された。さらに1941年より イタリア領東アフリカに対するイギリス軍の反抗作戦が開始され、残る3隻は1941年4月2日にポートスーダン攻撃のために出航した。しかし、イギリス軍の空襲により作戦は失敗し、翌4月3日にダニエーレ・マニンとナザリオ・サウロは撃沈され、チェーザレ・バッティスティは自沈した。ありがとうございます。